ージャン遊戯王、マージャン遊戯王スペシャル対談マリナの時代。イエイエイ。さあ、こちらの企画はマージャン遊戯王のアシスタントマリチューさんとですね、日本プロマージャン連盟に所属する菅原弘恵プロ、お二人の対談を、ね、存分に楽しんでいただこうという企画でございます。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回久々にね、東條さんと対談しましたけれども、うんうん、やっぱり盛り上がりますね、マリチューさんと対談は ね、 これはもうぜひぜひ菅原さんとも対談していただきたいと、はい、いうことで、今回のトークテーマなんですけども、ざっくりとですが、やはりタイトルが欲しい2人という形で設けさせていただきました。はい、はい、まあ何せあの2人の接点としてイピックが考えているのは、うんうん、まあ、RTD の時に戦った、やっぱあの時にね、タイトルを目指して戦った2人が、ね、どのような思いだったのかとかも、はい、振り返ってちょっと話していただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします、はい、お願いします。懐かしいですね、1年ぐらい経っちゃうんですね。早いですよね。みんな泣いて、私も泣いてみたいな。そうですよね。あの、やっぱ最後のヒロエさんが、うん、あの優勝決まった瞬間、あんなに痛くなかったなって思い出します。めちゃくちゃ嬉しかったし、予選とか準決勝とかの時も、最後にインタビュー順位順にやっていく中で、サミちゃんが泣いて、マリチューちゃんが泣いて、私も泣いちゃった。みんな泣いてましたよね。めちゃくちゃもらい泣きして。なんか泣き現場でしたね。なんかでもなんかみんなすごい、なんて言うんでしょう、優しい、なんかピリピリしてないっていうか、すごい雰囲気が良かったですよね。みんな心が綺麗、私が知ってるマージャンプロの中で、心が綺麗な人が集まってる大会だと確かに言われると、みんなプロデビューしてか3年以内の中でヒロエさんだけ格の違いを見せられたというか、いや、そうだよな、みたいな、こうなりたいなってすごい思う。全然私大会でした。マージャン遊戯王さんで、はい、マリチューおめでとう配信って あれ良くないですよね。その決勝の前に、はい、決まっちゃってたんですよね。そうで、あのなんかそのサムネみたいのを見た時に、頑張ろうみたいな、すごい鼓舞されて、いや、まだ決まってないからっていうの、そうでも頑張ろうと思って、でもその決勝4班ちゃんのうち、はい、2連勝されて、マリチューちゃんに、ね、もうなんか、おーおーおー、でも諦めないぞって思ってました。ですよね。全然余裕なんてなかったです。やっぱでもその決勝での戦い方とか、ヒロエさんすごいいっぱい、多分なんかその前の準優勝2回くらい続いてたんですよね。そうなんです、はい、だから RTD にかける思いも知ってましたし、うん、やっぱそういう決勝での戦い方をよく知ってらっしゃるから、私初めてだったんですよ、うん、なんかどう戦っていいかが全く分からなくて、うん、3回戦でちょっともうへにょへにょなマージャン打ってしまって、やっぱそこはやっぱ違いだなっていうのをすごい感じました、うん。でもなんかその日の解説の大井さんもそうだし、うんうん、あと陽平さんもなんか嬉しいだろうね、陽平さん。なんかその2回終わって、3回戦目もその初戦とか2回戦目と同じように戦ってたら、多分マリチ分かってたねみたいな、多分守ろうっていう気持ちが出ちゃってて、なんか陽平さんは勝ったらその守れみたいのを俺が言っちゃったからかなみたいなのを言ってました。言ってて、追う方は楽だけど追われる方が気持ちはきついから難しいなと思ってます。そう、陽平さんがね、そう2回戦終わった時にマリチも降りていいから、3回戦からは行かなくていいからねみたいのを LINE くれて、私もすごい頭テンパってるから、あ、なるほど、分かった、降りればいいんだみたいな、その言葉を真摯に受け止めすぎちゃったんですよね。なんかよくなかったな、陽平嘘ね、ごめんね。でもすごいなんか記録に残る試合だったっていうか、あの伊達さんが M リーが選ばれてる時だったりとか、うんうんうん、メンバーもすごい濃いメンバーでしたよね。濃い、やっぱ歴は先輩だけど、結構みんな名だたる方たちで、私も結構緊張していました。手汗でここの色変わるぐらい。本当ですか。先輩たちが負けないっしょみたいなのが結構いじりとかめっちゃあって、はい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 、ありがたかったけど、いい感じにプレッシャーでした。うん、その後、お来戦もね、勢いがついたのか。ありがとうございます。優勝されましたもんね。往来戦って連盟で新しくできたタイトル戦で、うん、10代、はいはいはい、20代のためのやつで、うん、ちょうど決勝の日が自分の30歳の誕生日で、ギリギリわギリギリ出れたみたいな、決勝は誕生日と思って、勝ちたいってめちゃくちゃ
毎日思ってたかも、うん、その RTD が7月から8月ぐらいにあって、うんうんうん、で、お来戦がもうその辺から始まってて、RTD の決勝の次の日がお来戦予選とかで、そかそかもうすぐなので、去年の本当後半、下半期ずっとなんか勝ちたらいいなみたいな、その気持ちを整えるみたいな、ベラベラですよ、ずっとやっていた気がします。すごい、でも誕生日に、ね、優勝最高ですね30代だけどギリギリなった日ですから、なった日ですからね、生まれる時間よりは前だったとかね、ね、素晴らしいです。で、2位が、ね、目指されてますもんね。もうそうですね、はい、なんかなってほしいファイナルも行きますしね、今年、はい、最強戦も人柄がすごい好きで、ヒロエさんが私もおめちゃちゃんもう本当にいい子だそんなことないですよ本当に優しいじゃないですか、なんか現場とかであっても写真撮ろうとかも言ってくださるし、うん、結構なんて言うんだろう、麻雀先輩みんないい人なんですけど、たまに麻雀が怖いなと思うこともあったんですけど、ヒロエさん本当に優しい、怖くない怖くない全くね、本当になんか雰囲気が良くて、すごい RTD 中もね、ピリついちゃったりすると思うんですけど、それって多分ヒロエさんがピリついてたら多分みんなもっとピリついてたっていうか、なんて言うんだろう、確かに怖い雰囲気だったら多分怖かったかもしれない。よかった、それは私たちでよかったです作ってくれたんだなと思って本当に感謝してます。いつかまた大きい舞台でヒロエさんとそういう同卓できる時ってあるのか分かんないんですけど、いつかその舞台がまた来たら頑張って、はい、あの戦えるの頑張ります。はい、私も頑張ります。なんだろう、聞いてて癒されるトークです。唯一我々が勇み足でおめでとう配信を企画したことだけは申し訳ないと思います。本当に、ね、私も何のおめでとうなの。でも決勝行ったでもいいしね。うん、準優勝でも行けるし。あの時は何だったって最下位だったって別にね、決勝おめでとう。そうそう。あれね、出れたことが私も誇りすぎて、はい、あの優勝ある伝統あるね、はい、戦いに。到達される方からしたらたまったもんじゃねえ。いや。申し訳ございません。全然いやでも舞鶴さんのおかげでなんかあの時のね裏話といいますか、うん、あ、そう話す機会なかったから、そうそう、はい、RTD のこと、え、ちょっと、まあ、ちょっと期間離れちゃいましたけど、はい、来ていただいてね、お話聞かせていただいてよかったです。はい、ありがとうございます。このままちょっと実績を重ねても本当に M リーガーとかね、もしくは絶対なる、絶対なる、ね、でまたマネージャーさんが放送対局なのでね、また戦うことがあったらね、またぜひこういう対談もしていただきたい。壁多分遠くなる気がしますよ追いかけてください。背中追いかけます。はい、ということで本日も素敵な対談でした。お二人もありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この動画が面白かった、あとですね、また二人に対局してほしいって、ね、思った方、ぜひチャンネル登録、そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。